酒屋乳業株式会社は愛知県岡崎市東牧内町に本社を置く日本の企業。会社名に乳業とつくが乳製品だけの製造販売をしているわけではなく乳製品以外の菓子の製造販売も行っている。テレビ番組のスポンサー名をアンデコという商標で表示しているので商標名が知られている。栄光グループの中核を担う企業。 1946年、野田豪氏がアイスキャンデー製造・販売の酒屋を創業したのが始まり、1962年、株式会社酒屋入業を設立。昭和末期においては、地場産業の域に止まっていた。近年、アンデーコが全国的な展開を見せ、知名度を獲得している。商標のアンデーコの由来は、アンド栄光が変化したもので、 お客様と共に光り、栄えていこうとの意味が込められている。商品に記載されているパラソルを持った女性のマークは、ヨーロッパの貴婦人をイメージしたもので、優雅なデザートタイムをとの意味が込められており、同社のマスコットキャラクター、アンデーコちゃんの元となっている。アイスクリームのほかシュークリーム、エクレア、ワッフル、プリン等の妖精菓子、いわゆるチルドデザートを製造していることで知られる。 これらの製品は、主にスーパーやコンビニ、ドラッグストアなどで販売されている。同業他社としては、埼玉県八尾市のモンテール、横浜市のプレシア、足立区のドンレミー、愛知県清須市のロピア、神奈川県平塚市のカンパーニュ、兵庫県辰野市の田口乳業、岡山県佐藤省庁のサンラビアンなどが挙げられる。など日本におけるメーカー。ありがとうございます。